この汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。我はそう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。
たびヨミヤを忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。遂げるため。では、守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い。みんな、カゲロウに斬られてしもうた。では他の者もまた死ぬ。
前に進むことができようぞ。ここに切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ者を見つけしておる。美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。ヨミが許すならばじゃ。
早道などありえぬ。誓いに忠誠であるならば。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらに欺き、まやかしじゃ。おっと、この廊下が皆無駄足ならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、斧が身の身を案じおって。二人がお前を迎えようとしている。いよいよこの草木騎士をする、なすべきことをなすのじゃ。人間の志を貫く先にあるのは忘却じゃ。
飽きた。私は見飽きた。ヨミこそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げる。まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。ヨミからは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に魔となる。行くのじゃ。炎は今なお燃え続けておる。
我らはまたすぐ共になろうぞ、アイコ。すぐにじゃ。誰かおるのか？まあ、そういうことじゃ。他の奴らよりできるぞ。もう少しで面倒をくり抜かれるところだった。諦めない。猫にも風やろうが。長くは持たん。この先は誰かまだそのクズ野郎が。頭には近づけん。拙者が何を超えてきたか分かるまい。この先は倒産。神様、仏様、奇跡じゃ。わしらは見捨てられたと思うとりました。決してありえぬ。
仕留めろ。鍛錬なくば死ね、気品もない。炎が大きすぎる。他に道があるに違いない。誰もおらん。
カゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。アイコのためなら何千回でも死んでやろう。次で終わりよ。我が命は果たした。アイコが待っておる。トアが待っておる。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら、我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。アイコが我をヨミへと呼んでおる。己は所詮ただの架空の賊。世に忘れ去られ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。